あの、これ D アニメストアのサムネなんですけども、正直これにつられた人いるでしょう。俺です。 皆さんこんこにちはイメゾです今回は勇者が死んだについて語っていきたいと思いますのでよかったら最後まで見ていってくださいこのチャンネルでは普段アニメの感想や考察などを投稿しておりますのでぜひぜひチャンネル登録者から見ていただけるととても嬉しいですはいということでね2023年のね春アニメ始まってその中の一つである勇者が死んだについてね今日は語っていきたいんですけどもこれがね結構 結構面白かったので、まあ紹介語りはね、えー、感想を語りたいなと思ったんですけども、えー、まずね、主人公なんですけども、自分のね、育てた大根にニースを履かせて興奮するような、まあ、変態主人公です。てか、最近なんか農業やってる主人公多くないか。<laughs> で、ヒロインのユナちゃんなんですけども、そんな変態主人公の理想的な太ももをしてる、うん、幼馴染みの女の子っていうね、まあ、確かにね、可愛いし、あの、胸もね、太もももね、 いい感じのね、女の子なんですが、主人公のことをあんまりよく思ってない。<laughs> ガチの方であんまりよく思ってないっていうね。で、このね、太ももが、えー、この女の子の太ももはね、サムネになってたってことでね、これはすごいですよね。なかなかないじゃないですか、太ももサムネにするって <laughs>。公式も太ももをね、かなり押してて、うん。 情熱を感じましたでまあらすじなんですけどもそんなね2人の村にモンスターが、えー、やってきて、まあ、ヒロインが襲われそうになってるを見て主人公はねまあ、助けたいって思うんですけどその助け方がねか結構特殊でこの豚肉を焼いてその匂いで、えー、主人あのモンスターを引き寄せてさ自分の作った落とし穴にね落として撃退しようかなって思ったらその <laughs> モンスターが豚肉の匂いを嗅いだ時に「俺豚肉嫌い」って言ってね <laughs>。 拒否されてててやべーってなっなたところを勇者,が勇者様が来てまあ一撃で倒すと、うん、でそんな勇者を見て幼なじみがデレデレになってたんですが、まあ、勇者がねすごい腹減ってたんだよ多分勇者腹減ってたからさっきの豚肉の匂いを嗅いじゃって「あ豚肉じゃんバーベキューかなー」って言って近づいてったらその主人公が作ったね落とし穴に落ちてしまうと落ちてしまって即死 <laughs> 死んでしまうっていうね 落ちて死んんじゃうんだよねここで勇者が死んだっていうねタイトルに繋がるんですけどもここでね終わらないんですよ。次の日次の日なぜか主人公が死んだはずの勇者になっていたっていうところからめちゃくちゃ強い勇者の代わりにこのね崩れ変態な主人公が勇者をしていくっていうね物語なんですけどもまあ面白かった。 ですね、うん、そのなんだろう主人公がね勇者の勇者めっちゃイケメンなんでそのイケメンを利用して幼なじみのねゆなちゃんにエチエチな服装させるんだけどその死体だから。 めちゃくちゃ臭いんだよねめちゃくちゃ臭くてどつかれちゃったり街に行った時もそのイケメンと自分の口のうまさを利用して1000万で売ってる杖を1000円で買ったり飯代をタダにしたりねでもなんかすごい弱くてバレてしけりにな,なりかけるとかねなんかそのギャグというかねノリもね結構面白くて自分はねいいなと思いましたねあとやっぱテンポもいいんですよね、うん 物語もサクサク進んでって、テンポもいいし、まあやっぱね、太もも好きにはたまらんアニメなんじゃないかなと、うん、思いますね。見た目も中身も腐った主人公がどうやってこっから勇者をしていくのか、どんなね、太ももキャラクターがね、今後出てくるのか、めちゃくちゃ楽しみな作品ですね。でしかもオープニングがね、また大石さんが歌ってるってことでね、死んだっていうタイトルなんですけども、もう大石さんがね、オープニングやってるとね、もう基本神アニメなんですよね。なんか 天気もねお隣の天使様オープニングやってましたしちょっと最近もねグリッドマンの映画、えー、大石さんやってましたもうねどれも最高でしたねグリッドもちょっと別の話だけど <laughs> グリッドマンも最近ね映画見に行ってもうめちゃくちゃ面白かったんでねもうそんな大石さんが歌ってるオープニングだからまあ 面白いでしょっていうことでね、もう期待 <laughs>、これからもね、期待したいアニメですね。もうぜひね、皆さんも見ていただきたいなと思いましたんで、今回はね、語らせていただきました。はい、ということで以上、えー、勇者が死んだ第1話の、えー、感想と評価でございました、えー。このチャンネルではね、こういったアニメの動画、えー、毎週更新しておりますので、よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。えー、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。